で、このメリット、デメリットに関しては、今回ちょっと2つの視点で考えていきます。まず1つ目の視点っていうのが、アフィリエイター側から見たメリット、デメリットですね。で、続いてが、広告主側から見たメリット、デメリットですね。で、これ、この動画見てる方って基本的にこれからアフィリエイターで稼ぎたいなっていうふうに思ってる方が多いと思うんですね。だから基本的にはアフィリエイター側のメリット、デメリットだけを知っておけばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、実はそうでもなくて、ちゃんと企業側のメリット、デメリットまでしっかりこう幅広く把握しておいた方が、後々必ず生きてくると思うので、まあ、今回ぜひ聞いてみてください。で、早速、アフィリエイターのメリットですね。これもうメリットがあるんですけど、それがこちらですね。で、ちょっと読み上げていくと、まず上から順番に場所を選ばずに稼げる。で、初期費用がかからない。あと、ほぼ自動化できる。で、人間の心理を学べる。個人で複数商品を扱える。ウェブマーケスキルの獲得。在庫を抱えるリスクがない。コツをつかむと大きく稼げる。まあ、こういった感じですね。で、まあ、僕自身もそうなんですけど、今、アフィリエイトから収入を得てるので、今、ここマレーシアにいて、で、マレーシアにいながらも別にインターネットから収入で生きてるみたいな。まあ、このあたりでも多分一番最大のメリットですよね。あと、その他にも在庫リスクとかもないので、なんていうんですか、心が穏やか。例えば、じゃあ僕が洋服をこう販売していたとするじゃないですか。なんか自分でアパレルみたいな。で、アパレルやるってなったら、まず洋服作んないといけないじゃないですか。で、洋服作って売れたらいいですけど、売れなかったら自分で在庫抱えるじゃないですか。で、それって結局損失を生み出しますよね。で、そういうのって結構心に負担かかると思うんですけど、一方でアフィリエイター、もしくはブロガーとかもそうなんですけど、自分何を持ってないですかね。持ってんのはまあサイトだけ。だから、割と心が穏やかになりがちっていう、まあ、そういうのあったりとか、あとは、まあ、これもちょっと余談というか、まあ、ここもすごいメリットの部分だと思うんですけど、人間の心理を学べる。例えば、まあ、簡単な法則として、偏方性の法則みたいな、こういうマーケティングの心理法則ですね。こういうのがあったりするんですけど、まあ、やっぱりちゃんと稼いだらアフィリエイターはそういうのを知ってるんですね。なんか人間って、まあ、そういった心理法則に基づいて行動していたりするので、まあ、そういうのをしっかりこう頭に入れておくことで、効率的にこう商品を販売していけるみたいな、そういうところもアフィリエイターとして活動するメリットかなと思います。で、続いていくと、デメリットに関して、まあ、こちらもいっぱいあって、それがこちらですね。で、読んでいくと、完全な成果報酬型である。で、次が成果出るのに時間かかって、次がモチベーションの維持が大変で、次が広告単価下がる可能性があり、で、次が一人作業なので割と孤独、で、次、Google の SEO に依存している、で、一番最後が社会的な評価が低い、なんと怪しい。まあ、こういった感じで、まあ、最初、完全成果報酬型っていうことが書いてあるんですけど、まあ、これも、まあ、皆さん分かりますよね。ブログにせよ、まあ、アフィリエイトにせよ、そうだと思うんですけど、まあ、記事をいくら書いて、まあ、サイトをいくら作ったとしても、まあ、誰もそのサイトに来ない、誰も記事を読まない、誰も商品を買わないってなったら、まあ、報酬ゼロなわけですよね。だから、まあ、世の中に不動産営業マンとかっているじゃないですか。で、ああいった営業マンの方とかって結構成果報酬に働いていたりするじゃないですか。だから、まあ、それに近かったりしますよね。不動産をめちゃくちゃ売りまくれば、まあ、莫大な給料が入ってくるけど、全然売れなかったら、給料めっちゃ低いみたいな。アフィリエイターもそうです。アフィリエイターの場合は、ネットでこういろいろ売れば、まあ、いっぱい稼げますけど、そうじゃないと、まあ、稼げないとか。っていうところですね。あとは、まあ、成果での時間かかるっていう話とか、あとは、まあ、モチベーション維持、基本孤独作業なので、まあ、それが大変だとか、あとは、まあ、覚えておくべきこととしては、まあ、Google の SEO に依存しがちっていうところで、で、ここに関して何かっていうと、その、大半のアフィリエイター、僕もそうなんですけど、基本もう超 Google 依存なんですよね。じゃあ、アフィリエイト収益ってどっから生まれるかっていうと、いろんな人がこう検索するじゃないですか。で、検索して、その検索上位にあるサイトをクリックしますよね。で、そこから商品が売れていって収入が入るので、たまには Google が SEO のアップデートっていうのをやるんですね。で、アップデートすると順位がこうバツンって変わったりするんですけど、バツンって変わった時に自分が上がればいいけど、そこで下がった時に、僕も何回も経験したから慣れたんですけど、1日で収益が50万減るとか、なんかもう日常茶飯事みたいな、まあ、日常茶飯事は言い過ぎかもしれないんですけど、まあ、そういうリスクっていうのは結構あったりしますね。あとは、まあ、社会的な評価低いとか怪しいとかっていうところで、まあ、僕自身も社会的評価は全然ない方なので、まあ、基本的に怪しいというふうに言われてますし、でここに関しては、まあ、なんていうんですか、人それぞれなのかなと思って、まあ、他は別に怪しいと思われても全然怪しくても自由な方が僕は幸せなので、まあ、それはいいかなという感じで、ただ社会的評価低いですよというところです。で、以上が、アフィリエイター側のメリットですね。で、ここから、広告主側 のメーカー側ですね、こっちの話もしていこうと思って、でまず広告主のメリットですね、それがこちらの3つです。で、成果報酬なので低リスク、で次がネットワーク効果が高い、で次が簡単に販路拡大できる、でこの3つなんですけど、まず、成果報酬なので低リスク、でここに関しては簡単ですよね。そのアフィリエイターが売った分だけそのメーカー広告主に払っていけばいいので、まあ、リスクももちろん低いじゃないですかっていうところと、あとネットワーク効果が高いっていうところで、まあ、広告主が、まあ、その ASP っていう場所に自分の商品を登録するじゃないですか。で登録するとその ASP、 例えば大手だと A8 ネットっていう場所だったりするんですけど、 A8 ネットにはそれこそ数万人とか数十万人か、そういったアフィリエイターたちが登録しているわけですね。だからメーカー側としては ASP に1回登録することで、その1万人とかっていうアフィリエイトのネットワークですよね、そこにこう一気にこう参加できるじゃないですか。これをネットワーク効果って呼んだりします。っていうところとか、あとはまあ簡単に販路拡大できるっていうところで、まあそのアフィリエイターにこう発注したら簡単にこうインターネットの販路拡大できるじゃないですか。で、これはメリットですね。で、続いてじゃあ広告主側、メーカー側のデメリットとしては、こちらの3つですね。初期費用と月額費用が発生。で、次、利益率が低いと少し厳しい。で、一番最後は適切なインセンティブが必須。で、この3つ何かっていうと、まずメーカー側っていうのは ASP に商品を登録するじゃないですか。で、登録するときに、まあこれ無料の場所もあるんですけど、基本的に費用が発生するんですね。で、費用はもちろんその会社によりきりなんですけど、まあ月額でこう10万とか15万とかって発生してくるので、まあそれが一応まあデメリットですよね。で、あとさらに言うと、利益率が低い商品っていうのはあんま向かないっていうところで、まあ例えば飲食店とかですかね、飲食店ってそこまで利益が高くないので、アフィリエイト広告を出そうにしても、アフィリエイターにうまくこう収益還元ができないんですね。そこに還元してしまうとお店の利益が残らなくなっちゃうので、だからその、まあ、業種によりけりっていうところですね。で、一番最後が、適切なインセンティブが必須っていうところで、でここに関しても、レストランの例とかと一緒なんですけど、例えば、この商品を売った時に、じゃあアフィリエイター側に、じゃあ10円だけ還元しますみたいな、まあ、そういうなんかアフィリエイト商品を出したとしても、まあ、正直アフィリエイターってそれ見向きもしないんですよ。なんでかっていうと、これせっかく売ったのに10円しかもらえないんだったら自分やりねえみたいな、まあ、そういった感じになっちゃうので、だからある程度しっかりインセンティブ設計っていうのをしていかないといけないっていう、まあ、これが、まあ、ある意味でデメリットだったりしますね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生
ゃないと下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていうそういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、このなんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あとまあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって見ていただけると嬉しいです。